a time of regrouping in our journey through the New Japan Cup, the United Empire shows a lot of promise, not the least of which our youngest stallion, Callum, our speed raider. You didn't get him tonight, pal, but your future's coming. And our present is still here. And like Akira said, we still have our eyes set on targets, and we'll reveal them soon enough. But the Empire's still rolling, and sure enough, we're still standing. And we move on, we pick up our dusty crowns, we polish them, and the march continues. Questa New Japan Cup non sta andando molto bene per l'Empire. Non sta andando molto bene, ma stanotte saremo là fuori a supportare Jeff contro fucking Tsuji. Ma non è questo il problema. Tra poco la capa anche questa finirà. Il prossimo obiettivo sarà presto rivelato.見た目不老者の内臓の妻が付き合って、そっから泣いたよ。おい、昨日コメント見たけど、自意識過剰だよ。てめえの世界ヘビーより世の KOPW の方が上だって、出しに使ってやったんだよ。そもそもてめえは2勝1敗で負け越してんだろ。てめえは、てめえが挑戦してこいって話だよ。そのベルトよりもこっちの方が価値あるって。なんでだって、そのベルトよ、巻いたやつのほとんどAWに引き抜かれてんじゃねえか。あ、そのベルトよりも現金の方が価値があるって証明されたんだよ。あれでも高木内藤、それから元ハポンの真田君も、あれ、引き抜かれてない。あれおかしいな。それはてめえらがいらねえ存在のグレスラーだからだよ。それを証明するのが新日、新日本ストロングスピリッツ、新日 SS のサービス終了だ。よう覚えてるよ。世の中いろんなスマートフォンゲームが出てきて、おしに思うかと思った矢先に、木谷と仲良く VTR まで作って、内藤哲也が主役のゲーム作ってください。僕が主役なら岡田よりももっと上で2億じゃなくて5億で、え、入場曲はちゃんと全部使ってください。あ、ゲームはもちろん実写でお願いしますよ。でこんだけわがまま言って2年でサービスしようってどういうことだよ。てめえの人気がねえからだよ。あ、てめえのよ、オナニーで新日本プロレスに借金作ってんじゃねえよ、春日。おい、それが世界に巻いてる者の務めか。おい、はあ、少しはよ、よみてえに広報して出演料だけでも、あ、愛する新日本プロレスのために入れたらどうなんだ、カス野郎が。おい、そういうこといろいろやってから世に口開けってんだよ。映画の一本でも出てみる、カスが。おい、この KOPW 世界ヘビーよりも上だって、地方再生で世のやり方で上だって改めて証明してみやるよ。そっから今宵の辻とコブも、コブの方が必ず勝つよ。見ての通り、高木慎吾は絶好調だよ。まあ、一昨日の山梨で上村とな、やって両意地両肩、そら痛えよ、そら痛えけど満身創痍やろが。当たり前だろ、日曜3時だよプロレスラー。まあ、大怪我以外は担ぎ傷みたいなもんだ。まあ、山梨では本当最高にいい終わり方したからな。あんまり執着したらダメだけど、
次の対戦相手は、ニュージャパンカップの対戦相手は、ゲイブ。ゲイブ。まあ、ゲイブも気になるが、ああ俺的にはな、今日のメインだよ。あのヨータが、怪物ジェフコブにどんな試合するか注目してるで。ああ、ヨータなら、やってくれよな。なあ、大田区でも、そう。アイメッシュ山梨もそう。内藤が望んでるんだ。ヨータか高木どっちか上がってこいって。やるしかねえだろ。いつも言ってんだろ。やるかやらないかじゃねえんだよ。やるしかねえんだよ。いやー、この会場来るとさ、毎回思い出すんだよね。まあでも今からもう14年前か。14年前にほんとちょうどニュージャパンカップのこの会場でね、俺が試合前に中西さんに教えられてもらったことが全くできなくて、それを見た内藤さんが俺でよかったらプロレスを教えるかというね、そういう展開になったんですけど、懐かしいね。もう14年も経つんだ。そっか、まあ、だからといって何があるわけでもないんですけどね。毎回この会場に来るたびに思い出します。いい話ですね。定期的に言えって言うんでね、言ってきましたよ内藤さん。すごい定期的にこれを言ってますね。もうプロレスファンじゃなくてもこのエピソードは知ってるんじゃないかぐらい定期的に言わせてもらってますよ内藤さん。もう元は取れたんじゃないですかね、うん、まあちょっとこのシリーズはね、ひろみちゃんにとって何も特にねテーマも何もないんで、ね、でもねひろみちゃんも黙ってるわけにいかないんでね、ひろみちゃんもやっぱりねベルトを狙いたいなと思ってるよ。でもね、ただただ普通にね東京ドームで負けてしまった IWGP ジュニアヘビー級のベルトを狙うわけにはいかないっていうほどの実績はまだ作れてない。でも俺とこれから対戦する人でベルトを持ってる人はいるんだよね。さて何のベルトかな。俺は興味があるけどね、興味があるし狙ってもいるよ。さて誰かな。2年ぶりの尼崎大会、俺ここの会場尼崎式年公園総合体育館大好きなんだよね。でも今日超満員にならなくてすっげえ悔しいよ。だからこそ名弁と陽太に勝ってもらって、うわ今日の尼崎大会行けばよかったなって後悔させてほしいな。そうすれば来年の尼崎大会はきっと超満員でしょ。超満員のここ尼崎式年公園総合体育館で試合できる来年が今から楽しみだぜ。じゃあ明日はアイテム愛媛でまたお会いしましょう。アディオス。